皆さんこんにちは、瀬尾です。瀬尾純のレッツ話第54回です。今日から1996シーズンの話をしたいと思うんですけども、まずこの年から導入されたのにマルチボールシステムっていうのがあります。これによる変化、今にまで続いている変化なんですけど、それについてお話しします。それまで95年までは試合に使うボールっていうのは基本的に1個で、一応予備球みたいなのあるんですけど、予備審判がね持っている予備球はあるんですけど、それはもう試合に使ってるボールが例えばスタンドのさらに向こうまで飛んでっちゃったとか、ボールの空気が抜けちゃって使えなくなっちゃったとかというよほどのアクシデントがない限り、基本試合球はもうそれだけ。だからちょっと遠く行ってもボールパーソンがね取りに行って戻ってくるまで試合止まっちゃうっていう、そういう状況だったんですね。で試合時間、早く進めようというか迅速な試合を心がけるために世界で採用されているものが日本にも入ってきたんですけど、マルチボールシステム J リーグでは予備球が6個あります。でピッチの周りのボールパーソンが持っていて、一番近くにあるそのリスタートする位置から近いボールパーソンがボールを中に入れるというシステムですね。大体ピッチがあって、ゴール裏に1個ずつからタッチラインの外側に2個ずつ、計6個という形が多いですね。でこのシステムによってどういう変化が起きたかっていうと、まず狙い通りね、ボールデッドによる試合の中断が短くなりました。試合を観戦する側はストレスが少なく見ることができるようになったと思います。ただ反面、選手たちはボール取りに行ってる間休めたりね、あるいは水飲みに行ったりできたんですけど、その時間が短くなって体力的にきつくなった部分はあるのかなと思ってます。だからボールパーソンが慣れていないとなかなかねボールが入らなかったり、それからボールが2個入っちゃったりっていうこともねなくもなかったです。でさらに、ここから今日の本題なんですけど、ボールパーソンが慣れて、いるいないとかではなくて恣意的にねホームチームに有利なようなパス出しじゃないかもしれない、ボール出し、例えばホームチームが勝っている時は、時間をね使うためにゆっくりするとか、逆はもちろん早くすることはいいんですけどね、ボールパーソンでホームクラブが用意するスタッフなんで、例えば地元の中学校とか高校のサッカー部に要請する場合は別として、そのクラブの育成チームの選手たちにやらせているような場合はそう思われてしまうことが多いのかなと思います。例えばこれ当時かなり有名になった話なんですけど、2016シーズンレッズがアウェーのサガン鳥栖との試合で0-0のまんま後半に入って、試合が進んでいく、レッズは勝ち点1ではなくて3を狙っていたので、早く進めたいわけですけど、どうもボールパーソンのボール出し遅いなと。トス勝ってるわけでもないんですけども、引き分け狙ってるのかなみたいなことがそのレッズサポーターの中で話題になりました。例えばレッズのコーナーキックになりました。でコーナーキッカー当時の柏木陽介選手がコーナーに行ってるのにまだボール出てこない。でゴール裏のボールパーソンは持ってるんですよ、ボール。でも出さない。で柏木選手が要求して初めてアクションしたんですけど、柏木選手の方にボールポーンと投げたんではなくて、頬には投げたけどポロッと落ちただけで、ちょっと柏木選手がムッとして、切れたというか怒ったシーンもありました。これ一番極端な例だったんですけど、その試合はもうどうも鳥栖のホームで鳥栖のジュニアユースのチームがやっているっていう話でしたから、あらららこれは意識してやられているのかなと。で思ったんですけど、その後だいぶ後、去年なんですけど、そのボールパーソンは意識してそういうことをやっていたというのをね述べていたと。で、それは好意的に書かれた記事がねありまして、これはやっぱり立場によってそれがいい話なのか、ふざけんなよって話なのかっていうのは取り方は違うと思うんですけどね。ただこの2016年のその試合の翌年2017年にジュニアユースの全国大会がありまして、私取材に行きました。で準決勝でサガン鳥栖のジュニアユースのチームと浦和レッズのジュニアユースチームが対戦したんですよ。で僕写真を撮りに行ったので、常にそのサガン鳥栖ジュニアユースのゴール裏から写真撮ってるわけで、鳥栖のゴールキーパーと近いわけですよね。で試合確か2対3で、まあ、3対2で鳥栖ジュニアユースがリードして後半を迎えたんですよ。でそろそろ終盤だなっていう時に鳥栖のゴールキーパーが後ろにいるボールパーソンで、その場合は全国大会ですんで、地元のね中学生だったと思いますけども、そのボールパーソンに向かって「ボールゆっくりね」みたいな声をそういう声をねかけたんですよ。でえってその自分たちのチームメイトがボールパーソンをやってるならまあ分かりますけど、その多分その時初めて会ってであろう、ボールパーソンにそういうふうな声をかけたのを聞いて、ああやっぱり鳥栖はジュニアユースのボールパーソンにね自分たちの、J リーグの試合をのボールパーソンを務めるジュニアユースの選手たちにそういうことを徹底しているのかなというふうに思いました。いい悪いではないですよ。そういうふうに思った記憶があります。ただホームアウェーどっちのチームに有利不利ではなくて、その本来の目的である迅速な、試合再開、そのためには頑張る役目を果たすボールパーソンもいるんですよ。実際レッズでも試合見ましたし、やっぱり日頃からね、連携取ったボール出しのプレーのために、まあ、訓練とまで言わないにしてもそういう意識を徹底しないとなかなか難しいのかなと思いますし、クラブがそういう主導しているのかなというところもある。試合を見てる方はストレスは感じないですよね。そういうところあるっていうことは言っておきます。ちなみにレッズなんですけど、あんまり育成チームにボールパーソンやらせることはなくて、大学のサッカー同好会のメンバーにお願いをしているということです。だから特にねレッズに有利なボール出ししなさいというふうになんか徹底していってるっていうことはないと思いますし、実際にまあ露骨な差はないんじゃないかな、まあ、心情的に、ね、なっちゃう場合あるかもしれませんけど、ただ試合展開によっては、選手とかスタッフが近くのボールパーソンにそういう要求をするっていうこともね、ありました。これ98年なんですけど、セカンドステージの最終戦駒場での試合なんですけど、名古屋グランパスとの試合でこれ勝った方がステージ3位4位か3位かあるいは5位かっていうね、これ差は大きいですから、かなり白熱した試合で、レッズが確か2対1で1点リードで終盤迎えてたんですね。で福田正博選手先発してもう交代でベンチにいたんですけど、ホーム側のタッチライン、ホームじゃないメインスタンド側のタッチライン、つまりベンチに近い方のタッチラインでスローインになった時にボールパーソンに対して福田選手が「ゆっくりやれ!」って言ってるのを聞きました。で福田選手本人にしてみればその試合中に自分にボール出せっていうような言い方だったんだと思いますけど、言われた大学生の子はやっぱり怒鳴られたみたいな感じになっちゃったのか、一瞬固まっちゃったみたいな、そういうことがありました。試合終わってから、他のスタッフがね、君は何も間違ったわけじゃないよっていうことを言ってフォローしていましたけど、それから、ゴールキーパーの山口紀弘選手は自分たちが負けている時、これホームでの試合です、アウェーでも言うのかな、とにかくボールパーソンにゴールキックになった時に早く自分にボールをよこせというのを、これはスタンドから近いですから多分サポーターの方もね聞いたことあると思います。選手今に限らずね、ファンサポーターもから私なんかもそうですけど、やっぱりどっちかの立場の人間からすれば、試合の展開によってもっとゆっくりとかもっと早くとかって思ってしまうのは心情的にね仕方ないですよね。で不公平なボール出しをね意識してやるのはやめましょうとか、お互いに申し合わせをしたとか、あるいは J リーグからそういう通達があったとかっていう話はまだ僕は聞いていないです。ただまあこれもアウェーの洗礼のうちなのかな、で今日のボールパーソンはどういう動きをするかなっていうのも正直楽しみの一つとして今見ています。